X 解マイナス92アンペア飛行中の X 解マイナス 92AX 解マイナス92はアメリカ合衆国のコンソリデーテッドバルティ航空機が試作した西側発のデルタ翼を持つ Z 機である。試作機1機のみが製造された。1945年9月にアメリカ陸軍航空軍から最高速700マイルパワー5万フィートまで 上昇4分以内のスペックで超音速迎撃機計画 MX-813 の試作発注を受けたコンベア社はラムジェット推進で高体格45度の主翼と V 字尾翼を持つ無双的な基本案に社内高度7000を与えて基礎研究を開始したが風洞実験の結果低速時と大行隔時に著しく安定を欠くことが明らかになり一時は頓んざしかかった 翌1946年7月、敗戦国ドイツからペーパークリップ作戦で渡米したムビ翼機の権威アレキサンダー・マルティン・リピッシュを技術顧問に迎え、グライダーで飛行試験が進んでいた P13A を下敷きにしたデルタ翼案で全面的に再設計することになり、XP-92 として軍の承認を経て正式着手された。計画の初期段階では、 競争試作機のリパブリック X 解91同様にターボジェットロケットの複合動力案が検討されたが、実用化を危ぶんだ軍が本機をデルタ翼の実証試験機に用途変更したため、機体外形と動力はエキセントリックな当初案より、一般的化されると同時に、原価低減目的で、構成部品も既存の滝からの寄せ集めになった。 XP-92 の1号機は1947年にロールアウトした。機体は高体格60度のデルタ翼を中翼配置で有し、垂直尾翼もデルタ形状であった。インテークは機種にあり、武装は有していない。予定エンジンのウェスティングハウス J30 では、水力不足が懸念されたため、進む空予定を中断して、体系のアリソン J33A21、 搭載用に胴体を改造することになり、名称も1948年6月に X 回 -92A に変更された。同年4月1日からミューロックイヌイコで滑走試験を開始、9月18日に初飛行した。飛行特性、性能ともに不良で回収が重ねられたものの、だいぶ時ですら音速突破を果たせなかったため、1951年には、 アフターバーナー付きの J33A-29 に乾燥し、細部をさらに回収した結果、限界テストでただ一度のみ音速を超えた。性能不良の原因としては、エンジンの出力不足が挙げられている。また、テストパイロットとして、チャック・イエーガーが初飛行を担当し、アルバート・スコット・クロス・フィールドも登場している。デルタ翼の実証試験という初期目的は、一応果たし、 引き続き、リピッシュが主導したコンベア社の一連のデルタ抑揮回 -102、回 -106、10 B-58 をはじめ、他社のデルタ翼機にもデータが活用された。X 九 -92 は1956年公開のアメリカ映画、トゥボードザ・アンノーギルバート X ナ -102 として、1957年公開の JET パイロットにミグ -23 として登場している。その後、機体はオハイオ州の国立アメリカ空軍博物館に展示されている。X 回 -923 メンズ。ありがとうございます。